アキレス腱で長年悩んでる人が数日でアキレス腱を治したっていう、すげえと思ってとりあえずやってみたんですよ。僕も治りました。あれダッシュで行こうぜ。どうも武田でございます。武田さんにパンチングトロソー。どうも浜田寛治です。いきなりのお久しぶりの。やっぱ浜寛君といえば城西で陸上しててトップアスリートということでやってると思うんだけど、それよりもやっぱり世間に広まってるのは YouTuber の浜寛君ってこう出てるっていうところもあると思うから、う、ね、実はね活動休止というか去年の9月の方に活動休止をして、うん、競技の方に専念をしてる最中なんですけども、なんですけども武田さんがアキレス腱を痛めたということで、はい、最近周りでアキレス腱炎の人がめちゃくちゃ増えてて。そうなんだ。ほんまに増えてて、その原因が多分シューズは進化をしているけどアキレス腱の補強だったりとかケアの部分とかっていうのは今までと変わらない形だから、うん、シューズに見合った対策をできてないとか。なるほどね。いやでも本当に俺がアキレス腱痛めたって動画を出したらパーッてすぐ出なくてあの逆オファーいいっすかみたいな、かっこよって思って。まずなんですけど、アキレス腱炎の軽度か重度かっていうところの見極め方になるんですけど、うん、一番軽いところだとメニューとか全部終わった後に家帰ってピリピリするなとか、うんうん、なんかちょっと張ってるなっていう突っ張り感っていうのが出始めたら軽症の段階。それをさ、はい、こう足があるとして、あ、はい、ここがアキレス腱ですよ。あ、はいはい、あのバーンここもう局部が痛くなることなんですよ最初に。そう、筋自体もそうやけどふくらはぎの下らへんとか走り終わってから張り感っていうのが強くなってきたらアキレス腱炎の初期症状かなって。なるほど。そこから治療院に行ってほぐしてもらって走りましたと。走ってる最中とかに痛くなり始めました、うん、そういうのがだいたい中間ぐらいですね。中間ぐらい、はい、でそこぐらいになってきたら足の力がどん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 入らなくなってくる、うん、それが進行していったら普段歩いてる時でもアキレス腱が痛くなる、うん、で10度まで行ったら走ってても歩いてても痛いし、なんなら触っても痛い、触っても痛いっていうのが結構重症で、治すのに 2,3 ヶ月はかかります。でその間にまた走っちゃったらそれがどんどん悪化していくっていう感じになっちゃうんで、どれぐらいの症状なのかっていうのを認知しとくっていうのはめちゃくちゃ大事だと思う。なるほどね。そこは知っていただきたいなっていうのが第一ですね。触るってさ、ゴリゴリゴリって触るの、こうつまむだけで痛いみたいな。はい、痛いらしいです。それは俺ないわまだ。あ、まですか。うん、ちょっと今ビクビクしながら聞いてたけど危ねえ。実はあ、大丈夫です。あ、ね、でもあと寒かったりとか気圧の変化でアキレス腱痛くなったりとかするんですけど、僕も今実は予防策を張ってるんですけど、こんな感じで長い靴下を。あー、なるほど。アキレス腱をとにかく冷やさないっていうのが予防にもなるし、痛めた時のそれ以上進行させないためにも必要な策かなって感じです。靴下長いの結構ダサいんですけど。ダサくないよ。何を言ってるの。いや、ダサいっす。おい続けてください。ダッシュで行こうぜ。アキレス腱発生したら基本的に走っちゃダメっす。試したくなるしうずうずしてくるんですけど、本当に走ったらダメです。もし走りたいんだったら、こういう芝生だったりとか人工芝のところだったりとかを薄いプレートのシューズじゃなくて厚底のシューズで、でなおかつカーボンプレートとかが入ってない柔らかいシューズでジョギングとかだったらいいんですけど、そこでダッシュとかしちゃうとまた盛り返しちゃうんで、うん、だって下手したら切れちゃう可能性もあるそうだもんね、はい、あとアキレス腱炎が治りにくい理由っていうところなんですけど、アキレス腱って血がそこまで通ってないから悪い物質が流れずに滞ってるみたいな。なるほど。そうだから治りにくいっていう感じなんですけど、うん、アキレス腱の治療として血を取って培養液で細胞を増やしてもう一回その血を次自分のアキレス腱に移っていう治療法があるんですよ。ええー、それバカ痛いらしいんですけど。うわ、怖でその治療は最終奥義なんじゃないかなっていう感じです。でそれをしてもすぐ戻るっていう感じではなくて療養生活を続けて復帰っていう感じです。だからそれをしたから治るっていう感じではないんで、その治療を検討してる人は一つ考えてみてください。でなんですけど、秋に痛めた時はちょうどシーズンオフの時と被っててその2週間フルで休んだんですよ。だから全く走らない時間っていうのがちょうどタイミングよくできて、冬季練習に入ったけど最初の導入段階って長い距離をそこまで速くないスピードで走っていくっていう感じだったから、足の具合とちょうどいい感じにメニュー内容が合致して自然に治ってたっていう感じだったんですけど、今回3月に痛めた時には冬季練習から次スピードレーンに入ってスパイクをめちゃくちゃ履くようになって、はい、そこで痛めてしまったって感じなんですよ。で、まあ、2回痛めた時に共通してたのが体がすごい疲れてた。体の中でもふくらはぎが特に疲れてたんですよその時、うん、秋に痛めた時は 50m 加速してそこから 200m ハードルをするっていう 400m ハードルの後半の練習をしてたんですよ、うん、その時に普段ふくらはぎつらないのにそのメニューの時だけ毎回つってたんですよ。
試合の前の刺激で2本か3本かやったんですよ。その時に両ふくらはぎを釣ってしまって、釣ってちょっと違和感は残ってたけど、その1週間後に日体記録会に行ったんですよ。 400m を走って次の日に 400m ハードルを走って終わったら、なんかアキレス腱が痛いぞと思ってたらずっと治らなくて、これはアキレス腱やと。で3月になったやつなんですけど、その時は体全身疲れてる状態でスパイクを履いてメニューをやった時に、体は疲れてるからアップの時は全然体動かんかったのに、メニューの緊張感で体が動いてしまって出力が出ちゃったんですよ。でその状態でその時は120プラ120プラ50、スピード系のトラック一周を使ってやってたんですよ。区間をイメージして走ってたんで、内側の方でなおかつハードルの踏み切り足やから普段から負担がかかっとって、今回も左足を痛めてしまったっていう。もうねもうね、俺時を戻したいんだけど本当に俺も本当に3月中旬ぐらいに痛めたんだけど、はい、大事な時期の時に2週間ぐらいこう全く動けない時間があって、復帰してやっぱりちょっとこう焦って、量も組みつつ導入のスピード練もこうやりつつ、プラスアキレス腱を痛めた前日何をしたかっていうと加速走したんですよしかもめちゃくちゃ調子良かった。あ、はいはい、で練習終わって次の日にあれみたいなで自分も知識なかったしめっちゃ痛いってわけじゃなかったから、疲れた時に高強度なものをやってなったっていう、全く一緒ですよね。はい、昨年なんですけどマックスフライを履いてた時、うん、僕の場合ポイント練と試合でした履いてなかったんですよ。けど普段の練習からマックスフライを履いてる人っていうのは結構痛めるリスク高いのかなって。なるほどね。調子悪くても足動いて走らせちゃう。そうだね、間違いない。で最近のスパイクってその厚底になってきて、スプリントの時はかかとはつかないんですけど、それでもより全速部寄りになっちゃうっていうか、でそういうスパイクが最近まあ増えてきてて、スパイクの強度に合わせて休むっていうのもそうやし、練習用のスパイクを用意するっていうのも一つだと思います。間違いないよ。もう今回3月に痛めた時には一発でこれまたやったわと思って、そっから1週間全く走らずにバイクまくって肺とかはそれで補って、うん、パワー系ウェイトトレーニングとかで1週間はとりあえずやって8割ぐらいかな戻った段階で、そろそろ動こうかなとか思ったんですけど、8割ぐらいから治らなくて、その時にツイッターでアキレス腱炎の論文みたいなのが出てて、それをやり始めてから8割ぐらいまでしか治らなかったのが10割治って、今はもうスパイク履いてメニューできるぐらいになったんで、おー、はい、頼む教えてそれでは続けていきましょう。いや、こんな感じでやってんの浜さんチャンネルこうなの、そんな感じです。あ、そうなの出るのやめようってことで、やっていく種目はカーフレイズになるんですけど、アキレス腱に直接アプローチするために上から下になんですけど、こう下ろしていきながら負荷をかける、はいはい、カーフレイズになります。へえ。でこれ本当にツイッター情報なんですけど、うん、アームカールを下から上に引き上げる人と上からこう戻していく人いるじゃないですか。あれ、うんうん、それと同じ原理ってことね。で負荷をかけて足首で力入れて耐えてるけど、はいはい、ちょっとずつ緩めて下には落としていくみたいな、はい、こういう動きをすることによって、アキレス腱が炎症してる時って腱の中の細胞がぐちゃぐちゃになってるらしいんですけど、うん、この動きをすることによって炎症してぐちゃぐちゃになってる繊維が整うみたいな。へえ。でしかもそのツイートの最後の方には、アキレス腱炎で長年悩んでる人がこの論文を見つけて数日でアキレス腱を治したっていう、それを見てすげーと思ってとりあえずやってみたんですよ、うん、僕も治りました。あれちょっと俺もやってみていい？あ、です、です、です。まず痛くない方がやってみる。はい、ポイントはゆっくりだ。ゆっくりっていうのと片足に全体重を乗っけちゃうっていう。そう、そうそう、そんな感じですね。で伸びきったら痛くない方の足でまたつま先立ちをしてあげて、うん、あ、そうです、そうです。で、これはだいたい左右10回3セットとかを僕はやってましたね。ジョグをし始めてちょっと違和感出た時とかも間でこれをして走り始めたら痛みなかったりとかしたんですよ。練習前はずっとこれやってます。で、練習後もやってますこれ。なるほどね。寝る前もね。あと、あそこも食べる前もね。あ、そうです。あとスーパー行く前とかお風呂入る前、お風呂入った後、水飲む前、水飲んだ後、うん、5分に1回それ5分に1回それ1日の総回数で数えたら多分2回ぐらいになるん。算数練習前と練習後と、まあやるタイミングはそのぐらいか。まああと僕風呂上がりとかにストレッチしてるんですけど、それにもプラスしてこれを10回やると。はい、次
次なんですけど、ジョギングをし始めた時、走る前によくあるやつなんですけど、こう伸ばして足首を向こうに押すっていうような感じなんですけど、これを10回結構それリズミカルにやっていいんだ。あ、そうですね。1、2、3、4、5みたいな感じで、なるほど。で前をやったら横にも刺激を入れていくんですけど、こんな感じで、これも横に10回、外側に10回で、内側はちょっとやりにくいんですけど、手でも伸ばして、なるほど、内側に10回結構引っ張ったりとかね、っていうような感じで足首を固めるトレーニングを10回を、3セットぐらい。おー、結構多めだ。はい、でその後につま先歩きとヒールウォークをします。つま先歩きはつま先で立って歩いていくっていうような感じなんですけど、ふくらはぎばっか強化しても偏りできちゃうんで、次はかかとを上げてこのまま歩くっていう感じです。でそれをつま先歩き 50m 行って、ヒールで 50m 戻って、結構ねでつま先歩きとヒールウォークをしたら、ボックスを使ってジャンプするんですけど、こういう感じの階段の段差があったらできるリバウンドジャンプになってるんで、紹介してもらっていいですか。お願いします。ダッシュで行こうぜ。一つ目のリバウンドジャンプなんですけど、両足で設置して跳ね返すって感じなんですけど、飛び降りたらそのまま、落ちたら自然体で受け止めて跳ね返すっていう感じで、これを20回やったら次片足っす。結構強度が両足よりもかなり上がるんですけど、高い段差っていうよりもなるべく10センチぐらいあったら、これは理想の高さなんですよ。そうっすね、まあ、分からない、分からない分かる。これはね、12センチぐらい、12センチぐらい片足なんですけど、もし普通にこうパンって返すことができなかったら、浮いてる方の足でタイミングよく引き上げたら補助的な感じになるんで、る、うんうん、あと最初の方だったら足首潰れちゃうと思うんですけど、やってるうちにどんどん強くなってきて潰れなくなってくるんで、まあこれも設置するときだけパンって固めて跳ね返すっていうような感じで、両足の時は20回だったんですけど、片足は10回、うんうん、ちょっと俺もやってみていい？あ、OK です OK です。あ、これ厚さは大丈夫？厚さは全然厚くて大丈夫です。問題ない、はい。あ、いいっす、いいっす、いいっす。これあれっすね、ゴムチューブとかで足首固めてからやった方がいいっすね、うんうん、痛くない方だけど、はい、お、片足結構強いっすね。結構潰れるかなと思ったんですけど、うんやるやん、周平強いぞってことで、お疲れ様です。おー、濃密なアキレス腱について語り尽くして、治療法だったりとか対策法っていうのを包み隠さず全てをお伝えできたと思うんですけど、スパイク入って練習し始めてもう1ヶ月以上は経つくらいなんですけど、それでもまだ自分の履きたいスパイクは履けてないっす。あー、そうなんだ。プーマのカーボンスパイクを自分的には履きたいんですよ、うん、けど履いたらまたアキレス腱がやっちゃうんじゃないかなと思って、今は柔らかめのスパイクを履いたりとかするんです。試合でも、試合でも、学生個人僕インク吸いでました。1枚のプレートでつながってるやつじゃなくて、途中で分かれてるじゃないですか。それがアキレス腱には優しいんです。なるほどね。そう、まあ、だから全力で走れるようになった今でもアキレス腱をいたわってシューズだったりとかを選んだりしてるんで、痛みが取れたって言って履きたいスパイク履いて走るっていうのは結構繰り返す可能性は大きいんじゃないかなと。なるほどね。はい、まあもし補強で分からないことだったりとか、やってみてこうなったっていうのだったりとかっていうのも、ぜひコメント欄とか、うん、で書いていただければ、質問だったりとかだったら僕もチェックしてなるべく返せたらないいなと思うんで。ありがとうございます、はい、僕インスタには生きてるんで、うん、インスタグラムの DM でも、うん、ぜひご連絡ください。いや本当に今笑ってる君マジ笑えないよ。はい、え、僕ですか。あ、ちょ最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。